ロシアが突然隣国ウクライナに攻め込んだのは2月24日だったよね。この時代にそんな理不尽な所領があっていいのかと誰もが驚き、ロシアへの怒りを感じたことだと思うんだ。その怒りがウクライナへの支援となり、世界のほとんどがウクライナの味方となったよね。侵攻開始時には何と行っても強大な軍事力を持つロシア。人口も多い。ウクライナはあっという間に征服されてしまうのではないかと予測していた人も多かっただろうな。しかし、実際はロシアへの怒りが大きくなればなるほどウクライナへの同情が増え、避難民の受け入れや、兵器の支援などロシアが別の方面でも苦境に立たされることになり、そして西側諸国の支援をバックにウクライナ軍も前線しているってわけ。余談だが、イランやミャンマーなど世界各地の避難民の受け入れには、あーだこーだと難癖をつけて難民認定しない日本が、ウクライナからの避難民はほとんど無条件で受け入れていたな。他の国との扱いの差に疑問を感じた人もいると思うぜ。さて今回は、ロシア軍のウルスクが撃沈したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。現在、ロシア軍は苦戦を強いられているよね。ウクライナがロシアへ対艦ミサイル攻撃を行い、ロシアの強襲揚陸艦ウルスクが撃沈されたみたいだし、ウクライナ軍は意気揚々といったところじゃないかな。戦争の局面を変えたウクライナの対艦ミサイル反撃についても気になるけど、この時期はロシア海軍の主要艦が次々と撃沈した時でもあるんだよね。こういった戦況の変化もあり、今ではウクライナが黒海の制海権を奪還したように見られているんだ。さて3月24日は、ロシアがウクライナへの侵略を開始してからちょうど1ヶ月の節目だったよね。侵略開始早々、ロシア軍がウクライナ南部のアゾフ海に面した港湾都市ベルジャンシク港を制圧したことを覚えている方も多いんじゃないかな。この日、ウクライナ軍が対艦ミサイルで攻撃を仕掛け、ロシア海軍揚陸艦1隻を撃沈、2隻を損傷させるという成果を上げ、この攻撃の戦果は、侵略してきたロシア軍に首都キーウを包囲されていた当時のウクライナにとって、光の見える戦果として大々的に公表されたみたい。この戦果は、半月後の4月13日、ウクライナ製の対艦ミサイルネプチューンによってロシア黒海艦隊機関の、スラバ級ミサイル巡洋艦モスクワが沈没するまでウクライナ軍がロシア黒海艦隊に与えた最大の損害と言われていたんだ。3月24日に撃沈されたのは1171号計画型タピール級大型戦車揚陸艦サラトフで、攻撃に使われたのは OTR-21 トーチカと呼ばれる、旧ソ連製の自走式戦術弾道ミサイルシステムで、このミサイルが着弾したため、揚陸艦サラトフが火災を起こし、大爆発を引き起こしたため沈没したってわけ。サラトフには大量の弾薬が搭載されていたという噂もあり、サラトフ爆発の巻き添えを食らったのが、近くにいた7号計画型ロプーチャ級大型揚陸艦セイザリクニコフとのボチェルカスクの2隻だったんだ。この2艦ともに損傷はしたが、消火活動を行いながら港の外に退避したため、クリミア半島のセバストポリ軍港へ帰還することができたらしいな。ロシア軍にとっては、不幸中の幸いと言えるぜ。ウクライナ軍は、この攻撃の際のビデオ映像を公開していて、はじめは攻撃されたのは同型艦ウルスクと発表されていたんだけど、後にウクライナ参謀本部は、我が軍が破壊した揚陸艦はサラトフだったとして訂正発表したね。その後の7月2日、ロシア国営タス通信は、ベルジャンスク港で揚陸艦サラトフの引き上げ作業が行われたと報道しており、また、このサラトフの修理はクリミア半島東端のケルチ港で行う計画とも見られていたよ。このサラトフだけど、海岸での上陸作戦で車両積み下ろしのために、船首と船尾の両方にランプドアが設置されているそうで、ランプドアから車両や貨物の積み下ろしが可能で、最大450トンの貨物まで搭載可能で、約650平方メートルの広さがある車両甲板には主力戦車や装甲兵員輸送車なども収容可能と思われるよ。では、このサラトフを沈めたウクライナの自走式戦術弾道ミサイルシステム9K79 トーチカについて見ていこうか。トーチカは6輪式の QP129BAZ5921 輸送機率発射機に戦術弾道ミサイルを搭載し、固体燃料を採用したことによってミサイルがより高速での展開が可能なものとなっていて、この発射機は水上航行も可能というだけでなく、シーバーン防護機能も備えているみたい。シーバーンというのは、化学ケミカル、生物バイオロジカル、放射性物質ラディオロジカル、核ニュークリアー、爆発物エクスプローシブの頭文字を繋いだものだな。かなり複数の性能を持つミサイルというわけだね。ここで改めて侵略開始当初のロシア軍の動きについて、考察したいと思うんだけど、まず首都キーウ制圧を狙ってきたから進撃する部隊と東部ドンバス地方を制圧しようとする部隊の動きが目立っていたよね。
この他の動きとしては南部クリミア半島から北上、西部の港湾都市ムイコラーユとオデーサの攻略、東部メリトポリとマリウポリなどの攻略を目的とする部隊があったと思われるよ。ロシア軍はヘルソン州の複数の都市に巡航ミサイルと弾道ミサイルを発射し、空軍の支援を受けながら、2014年に強引に併合したクリミア半島を抜けてヘルソン州へ軍を進め、海軍は黒海を海上封鎖した上で、ヘルソン州に駐留するウクライナ部隊への海上支援を遮断し、同時にウクライナ南部の港湾を利用する商取引と流通を制限したってわけ。このせいで、ウクライナはアゾフ海すべての商用輸送を止めざるを得ない状況に追い込まれ、結果として、100隻以上の船がベルジャンシク港などに足止めされることになったんだ。西方に進出したロシア軍部隊はヘルソン市付近に達し、アントノフスキー橋からドニエプル川を渡ろうとしたんだけど、ウクライナ部隊が撃退し、橋を奪還。その後、ロシア軍はどうにかしてドニエプル川を渡ったようで、一時はムイコラーユにまで迫ったんだけど、ウクライナ軍の反攻に遭い、7月19日時点ではヘルソン市付近まで押し戻されている様子だね。ヘルソン州から東に向かった部隊は25日メリトポリ市内に侵入し、ウクライナ軍との激しい市街戦になったんだけど、同日夕方までにロシア軍がメリトポリ市を制圧しているよ。さらに北東のトクマクもロシア軍が制圧したね。これらの部隊は、その後ウクライナのアゾフ連隊が徹底抗戦を続けているマリウポリ攻略に向かっていたんだけど、途中のベルジャンシクを制圧しようと攻撃を仕掛け、2月27日にはベルジャンシクを包囲、翌28日に陥落させたロシア軍部隊はさらにマリウポリ包囲に参加するため東へと軍を進めたんだ。この戦争で一躍有名になってしまった都市マリウポリだけど、ロシア軍は、アゾフ連隊がマリウポリ市民と立てこもるアゾフスターリ製鉄所以外のマリウポリ市街地の大部分を制圧したよね。これによって、東部ドンバスルハンシク州、ドネツク州とクリミア半島を結ぶ回廊を形成したことになったんだ。しかし、アゾフスターリ製鉄所はなかなか落ちなかったな。広大な敷地面積と地中深く広がるシェルターが備わっているアゾフスターリ製鉄所ではアゾフ連隊との戦闘が長引いたため、ロシア軍が製鉄所を制圧できたのは5月16日のことだったぜ。ロシア軍は戦争開始半月後の3月14日から、ウクライナ南部の部隊とマリウポリを包囲する部隊をサポートするための物資陸揚げ拠点として港を使用しており、3月21日にはロシアのメディアが、ベルジャンシクに水陸両用輸送艦の到着を報じていたね。これについて、一人のロシア海軍士官は、画期的なこと、黒海艦隊による物資輸送の可能性が出てきた、と手放して喜んでいたみたい。こういった事実から、ベルジャンシク港に停泊し地上部隊の補給任務を行っていた揚陸艦サラトフを沈められてしまったことは、ロシア軍の南部前線への補給問題につながることになったってわけ。よく言われるけど、腹が減っては戦はできぬということだね。兵士の食料確保を無視して精神だけで死地に追いやった旧日本軍の鉄を踏む愚かな国は21世紀の現在、存在しないと信じたいな。補給に問題を抱え込んだ南部戦線ではロシア軍に対するウクライナ軍の反転攻勢が始まっているってことだね。西側諸国の支援も忘れてはいけないよね。ゼレンスキー大統領の依頼に応じて、西側諸国から様々な兵器がウクライナへ供与されていて、長射程の精密誘導弾 M982 エクスカリバーが発射できる 155mm 榴弾砲、長射程の高機動ロケット砲ハイマースなどが有名だけど、これらは兵士たちの訓練が終了後、続々と前線に配備されたんだ。ウクライナに侵攻したロシア軍が、南部ヘルソン州に設置した統治機関軍民行政府の発表では、ドニエプル川近くのノバカホフカにある水力発電所がウクライナ軍に砲撃され、警備員2人が死亡したものの、施設自体には重大な被害はなかったんだって。ところがここで新たな事実が判明していて、実はこの日、この発電所に来客があり、それはプーチン大統領の側近キリエンコ大統領府第一副長官だったんだって。副長官は無事だったみたいだけど、ウクライナ軍の攻撃はこの人を狙ったものではないかという意見が多いんだよね。と言っても、ウクライナは副長官の視察をどうやって知ったんだろうね。警備の問題があるから、高官の行動はごく限られた人にしか知らされないはずだし。この攻撃に関して、ロシア外務省のザハロワ報道官はアメリカがウクライナに情報を提供し、ハイマースの攻撃目標を指示していると主張しているとか、11日には、ウクライナ軍がアメリカ製の高機動ロケット砲システムハイマースがノバカホフカのロシア軍弾薬庫を破壊したと発表しているよ。ということは、18日の水力発電所攻撃にもハイマースを使用したのではないかと思われるな。その一方では、ショイグ国防相が18日ロシア軍司令部を訪れ、ウクライナ軍の長射程攻撃兵器の破壊を命じたと発表していて、おそらくハイマースなどが標的だろうね。
ロシア軍は明らかにハイマースなどによる後方兵站攻撃を懸念しているようだし、逆に言えば、このような兵器がロシア軍弱体化に有効ということが明白になったという見解が広がっているということかな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。